立ったまま下半身のセルライトをやっつけます。膝をやや曲げて腰はなるべく丸めないようにするとバランスがうまく保てます。最初から難しいですが頑張りましょう。上半身を前に傾けながら息を吸ってお腹を膨らませ、戻すときに息を吐いてください。お尻と裏ももの境目がはっきりします。つま先、膝、股関節を45度開き、リズムよく足首にタッチ、内もものセルライトが照り、引き締まります。膝を曲げた時に足のかかとをなるべくお尻に近づけましょう。裏ももがすっきりして下半身のむくみもなくなります。姿勢を安定させるために息を吸ってお腹を膨らませます。胸は張らないように、さらに裏ももに効きます。斜め下を向き、膝をなるべく90度に曲げて、息を吐きながら後ろに足を引きましょう。と裏ももに筋肉がつき、血流が良くなって老廃物が流れ、セルライトが目立たなくなります。お疲れ様でした。鏡を見るのが楽しくなります。セルライトのない、さらに綺麗な足になりましょう。